これが CBD のセクションになります。こんなにいろんなブランドがあるので結構悩みますが、今回私が買いたいのはこのブランド、このフラミンゴのやつを買いたいと思います。なんかこれがPMS とか PMDD に効くっていうんで、ちょっと使ってレポートをしていきたいと思います。本当にいっぱいあって、もうやっぱり相談、薬剤師さんと相談しないとどれが自分に合うのかっていうのはなかなか見つけるのはとても難しいです、はい、こんなねチョコレートでも11ドルするんで、だったら普通のカプセル買った方が安いんじゃないかって思うんですけど、超強力なのかな、どうなんだろう。私が買ったのはこれ、30カプセル、15グラム入ってる感じです。このイブニングプリミロスオイルっていうのが PMS に特に効くというようで、 CBD の中でもプラスこういうのが入ってるっていうのを選ぶといいみたいです。はい、それでは1日目カプセル飲みたいと思います。別に飲みにくいって感じもないです。本日2日目でございます。いただきます。なんか1日1回から2回って書いてあったんで、あのあと昨日もう1回飲みました。いや、なんか最初だから効くか効かないか分かんないんで、ちょっと効くっていう実感が欲しくて2回飲んでみたいと思います。まだ1日目、2日目なんで、うん、なんかあんまり実感はないですが、効くことを祈ってます。本日3日目でございます。飲みたいと思います。で、昨夜なんですけど、すごくすっごく頭が痛くなって、セレスを2錠飲んだんですけど効かなくて、でタイレノンじゃなくてロキソニンをその後効かないでまた1錠飲んで、であともちろんこのサプリメントも1つ飲みました。まあ生理が近いっていうこともあるんですけど、うん、なんかまあね、これは一鎮痛剤効果は全くないので、まあ最近は妊娠前の方がもっと、いやでも分かんない、これは人に言われなきゃ分かんないことかもしれないんですけど、妊娠前の方がもっと体感としてイライラするなっていうのはすごく感じていたんですけど、妊娠後の方が体感としてなんかあんまりイライラするっていう感じをしてないんだけど、でも怒ってると思います。すいません。なんか矛盾してるかもしれないんですけど、周りから見たら怒ってると思うのか、怒ってることが多いって PMS 期間 PMDD 期間はそういうふうに思われるのかもしれないけれども、でも自分としては気持ち的には PMS だから OK、 PMDD だから OK っていうのは、あ、だからどうこうっていう気持ちは前よりも正直少なくなった気がします。どうなんでしょうか。はあ、で今朝もやっぱり頭、それでまあやっぱり今も頭痛いんでセレスをまた飲んでます。本日4日目でございます。サプリメント飲みたいと思います。昨夜もやっぱり頭痛があって、でまた一つだけこのタブレットも飲んで、まあ効いてるような気がします、まあ、あとはなんかこれってなんか いかに効いてるかって、自分が信じてるか信じてないかっていう感じだと思うんで、まあ効いてるような気はして、信じて飲んでます。4日目です。以上、5日目の朝でございます。今日も飲みたいと思います。昨日は頭痛がなくて、
昨日の夜もまたこの CBD サプリを飲んだんですけど、5日目、そう、これまでのねことをちょっと5日も経ったんで考えてみたんですよ。そしたらやっぱり明らかに先週1週間と今週1週間、私は娘と一緒に過ごして、やっぱり怒った回数とかかなり減ってるなと思って、これは PMDD とか PMS 期間じゃなくて、普通にママさんとかのあんまりメンタルが上がらない時とか、やっぱり飲むべきかなと思って。でも怖いのが、これじゃあいつやめたらいいんだろうっていうことがすごく考えてしまいました。だから私これもう生理が終わっても飲み続けたいなって思ったんですけど、なんか手放すのが怖くなっちゃって、でもそれが常習性があるっていうことに引っかかるのかなっていうと、なきゃ死ぬっていうような感覚じゃないんだけど、やっぱり娘と一緒に楽しく過ごしたいとか笑って過ごしたいって思えば思うほど、特に今うちの娘はイヤイヤ期2歳に入って結構大変な期間なので、そこに関してもね、やっぱりどうしても私も怒ってしまうんですけど、だから本当に必要なのか必要じゃないのかって考えた時に、じゃあいつ辞めるのか辞めないのか、まあ、そんなこと言い出したらまずね、この世の中の世界の薬、まあ、基本的にサプリメント系特にでキリがないと思うんですよ。でもそしたらサプリメントは常習性がないかあるかって言ったら、まあみんな飲み続けますよね、ありますよね。だからどうしたらいいのかなっていうのを考えるべきかなと思いました。以上、今日5日目でした。ではなんとなく明日ぐらいに来そうな感じで、生理が来そうな感じで、で生理期間中ね別に飲んでもまああんまり大きく変わらないのかなとは思うんですけど、まあ一応、ご報告をしたいと思います。それではまた明日。おはようございます。今日も飲んでいきたいと思います。ただ、昨日の予想通り今日生理になっております。なのでまあ実際 PMSPMDD 期間のレポートは今日で一応終了したいと思います。昨日お話しした通りね、結果としてはやっぱりこれがあることによって、効果はあると私は断定したいと思います。でね、みんな危険かなって言うんですけど、まだまあ6日でね、今回の初めてのその PMS 期間全部お試ししてみて、まあ危険っていうのはその常習性があるとか、その悪いマリファナのイメージみたいな、そういうのあるかって言われると、実際普通のサプリメントと全く変わりはありません。まあ普通のサプリメントよりも効果があると今回5日6日で結構分かったんで、その強いんだなとは思うんですけど、しっかりというか、まあたった先週と比べてですよ、よりはあるっていうのが体感できたんで、まあ普通の市販薬を飲むよりはいいのかなと思います。ただ頭痛とかね、そういうのには効かないんで、多分メンタルの面で効くんで、まあそういう意味で飲みたい、まあ、今後とも飲んでいきたいかなと思います。ただね、その最初の本動画にも出したんですけど、いろんな CBD もサプリメントも会社もいっぱい出てて、で入ってるミリグラムが会社によって違いますので、それを自分に合ったのを見つけるのがいいかなと思います。以上、皆さんも PMS、PMDD に悩んでる方いらっしゃいましたら、使ってみてください。一応日本でも薬剤師さんのところで買ったりとかもできますし、きちんとした合法の製品ですので、心配しないで取って
摂取しても大丈夫です。おお、以上マミでした。それではいいねボタン、おー、ちょっといいねボタン、チャンネル登録、いつもながらのお願いです、お願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。